はい、マケオでございます。さあ、プロジェクトゾンボイド、あ、リアリティリティへやっていきましょうということで、今週はすいません、金曜日はちょっとお休みさせていただきましたね。スタジオライブ配信、まあちょっとね、ライブ配信しようかなって考えてたんですけど、スタジオあと残り施設が2つだったんですが、まあその前のちょっと準備がしてないんで、まあちょっと中途半端な動画になるかな、ライブ配信になっちゃうなと思って、もうあえて、延期しました。はい、まあすぐに、どこかで、一旦準備して、改めて、まあちょっと土日やるか週明けのどっかでやるかですかね。はい、まあちょっと告知ということでね、はい、金曜日ライブ配信もし、楽しみにしてた方がいたらですね、ちょっと申し訳ないなということで、今日はですね、リアリー CDDA をですね、まあ金曜日もちょっと帰ってきて、今ご飯食べてゆっくり してですね、ちょっと朝までねがっつり進めようかなと、がっつり取りだめをしようということでね、今日はやっていこうかなと思いますよ。死ぬのかどうか、はい、もう取りだめ分は全部なくなりました。ここから一気にまた進めていきます。はい、でまあスタジオを並行して見てる方はですね、あのマケオが衝撃なことが起きましたよね。狩猟が冬でもできるということでね、ちょっと前回分はちょっとあの気づくスタジオの時に、あの狩猟が冬でも取れるんだっていうのに気づいてない状態で、取りだめしてた分をずっと上げアップしてたんですよ。で、まあ、今回もう取りだめ分が全部終わって、でスタジオのあの件があった後今撮っておりますと、ちょっと進め方がちょっと変わるなと。まあ冬でも狩猟ができるんで、ちょっとこれ罠作らないといけないなと。ただ罠作るにはね、あの寄居とね、寄居がいると。寄居ないよね。寄居ない。で、今現状、まあ、前回18話ですかね、リアリー CDDA、まあ、ちょっと平日パン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 と毎日上げてたんですけども、ちょっとそう18で水なくなりました。はい、もう配管に残ってませんと。さらに、食べ物すべて死にましたと。もうなくなりました。で今空腹、小腹が空いてる状況ですね。困った困ったと。で食べ物ないでしょ。で外で、キャベツ植えてますけど、まあ冬なんでね、まあなかなか実らないと。さあどうしようというところなんですが、コメントで、まあ室内に作ればいいんじゃないかというご意見がありましたと。でマケオもですね、室内に作ろうかなとは思ってたんですけど、袋、土を運ぶ袋がないんで、いや袋がないから作れないんだよなとか思いながら、まあ倉庫行って袋があればゲットして帰ろうかなとは思ってたんですけど、どっかで見つけたらね、そしたらちょっと部屋の中に作ろうかなとかも考えてたんですが、今のところないと。なんでそれはできないんですよね。で目から鱗というか、まあこう、そう、もうそれそれっていう、もう的確な、もう
アドバイス。ああ、来たね。これ久しぶりね。ケツが浮いた。マキオさん、ケツ浮いたね。うん。まあ、布袋でしたっけ、麻袋か。麻袋ないんだよなっていう話したんですよ。そしたら、いや、考え方を変えるんだよ、マキオさんと。土が運べないんであれば、外に家を作ればいいんだよと。ああ、なるほどと。その手があるねと。確かに土が運べないから、外に、まあ、小屋を作って、下は土、土ですよね。うん。そしたら、そこに種植えれば、室内の環境で畑が作れると。なるほどな。これは久しぶりね。びっくりした。あれはちょっとね、たまげたね。おったまげってやつ。おったまげって。ただ負けは、簡単にはそうは動かない。それはね、まだしない。それは、まあ、やろうかなとは思います。ただ、一旦、今日、もうちょっとギリギリなんですけど、もう一回倉庫に行って、一番手前のところですね、前回探索したとこ、あそこに行って、ちょっと見てみようかなと。寄居と、麻袋、あと、まあ、まだ見てないところとかも結構奥の方見れてないんで、あれとかもあと2階もちょっと見てないから、あそこら辺も全部ちょっと確認して、そして、ゲットできたらそれはそれで、もう家を作る労力割かなくていいんで、麻袋ゲットできればですね、もうそのまま土持ってきて部屋に畑作れるんで、まあそれが一つ。あと、寄り糸ね。寄り糸もしゲットできれば、ちょっと、小鳥系をね、取ろうかなと。そしたら少しだけ、食べ物系の食料事情が、いけるかなと。で、そこら辺が、もしダメな場合、まあやっぱりストレッチハンマーも寄り糸も、まあ畑の袋もねないということであれば、本来の計画通りそのさらに奥左側ですね、運送会社さんの倉庫かな、あれはアマゾン倉庫とマケオの世界ではそう言いましょう。アマゾン倉庫がね、奥にあるでしょう。ちょっとあそこに行ってみようかなと。さすがにあそこは結構品揃え抜群なんで、あるんじゃないかと。で、プラス蛍光管ね、ガソリン蛍光管もゲットしたい。ガソリン蛍光管さえゲットできれば、車が動かせるんで、まあ動かせはしないか動かせはしないけど、まあちょっと準備段階に入れるかなと。マルトロを移動するね。まあその時点でほぼほぼ多分倉庫、あそこのでっかい倉庫群に行けば、揃いそうな気がするんだよね。という感じで、長期計画、まあ数日かかるとは思いますけど、そんな感じでちょっと進めていこうかなと。はい、そんな感じです。じゃあ行きましょう。ドン。さあ、まずですね、どうしようか。まずは槍をちょっと多めに持ってっておきますか。はい、準備できました。今日は雪は降っておりませんと。じゃあ行きましょう。ちょっと寒いですけどね、行きましょうか。まずはこの前探索したとこですね、あそこに行きましょう。
まずはちょっと上から行きますか。あ、来てるね。あれ？こっちか。怖っ。MP2。ちょっと量多いな。近いな。さす、あ、そこに見えんだよな。あ、歩いてんな。叩いてるよね。もう一度確認していきましょう。この奥は 見れないんだよな。すのは危険だな。ここもゾンビいるからね。シャベルか。シャベル。よりと欲しいな。分解するのは危ないよな。あ、来た。バレた。ちょっとドキドキするわ。さすがにドキドキするわ。ちょっとじっくり見てなかったからね。前回の方が安全だったね。あ、来た来た来た。
早い早い。バケツ多いな。ちょっとこっち近いから危ねえな。音するんだ。あ、来た。いや怖えな、外めちゃくちゃいる。ないか。くわ、シャベルとかはあるんだよな。ストーブ欲しいよな。これ重さ40か。結構きついね。40か。よりと ないね。プロパンガスタンクがあるね、ここに。ほう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 。ないっすね。まあここの奥も見たいけど、ちょっとあんまり音出したくないよね。ああ、ここも全部ない。やっぱないっすね、ここはもう特に。ないよね。とりあえずここはなかったと。はい、OK。 じゃあ帰りましょう。いる。うわあ、さすがにこれ相手すんの無理よ。はいはい。
2時か。叩いてんな。うわー、こっちもいるし、こっちもいるし、やっぱ塊の距離が近いよね。でここでぐるっと回ってさばこうと思ってまたこっちにもいるしこっちにもいるし、もうこれキリがないよね。普通ぐらいの距離であればいけんだけどね、何回も何回もやらないかんのはめんどくさいよね。こっちもいるわこれいかんわ。あれ、こんなとこベンチあったっけ。これ結構ここす空いてるね。だからこっちか。結構なんかスカスカだねここ。あれ、こんなスカスカだったっけ。いやいやいや、結構いるなここ。いや結構いるな。結構いるな。あれどこだ、道がわからん。あったあったあった。まあ行くか、やっぱあそこに一旦行こう。ただゾンビもう早いね、やっぱ数日で復活しますね。結構あれから数日経っちゃってるもんな。なんか何をゲットしたんだったっけ。まあ、水はとりあえずゲッチューしたね、少しだけ。よし、まあ斧ぐらいか。斧と、何だったっけ、防塵マスクぐらいだねあとは別になかったね。すげえ欲しいやつ。まあアンティークのやつ40か、重いな。40はまあまあ重いなあれ。まあちょっとしょうがないですね。